ラーク LX より揚陸するラーク V 水陸、両用車が、水陸両用車によって輸送されているという珍しい、後継ラーク、英語、ライター、アンフィビューーセプライ、カーゴ、水陸両用貨物補給自走橋家は、アメリカ合衆国で開発された、水陸両用車である。上陸用集停に車輪をつけたような外観の二軸四輪の、水陸両用車両で、水上では、スクリュープロペラ、 陸上もしくは波打ち材ではタイヤによって推進する。主に沖合の揚陸間より沿岸への人員、物資の輸送、もしくは連絡に用いられるもので、従来の水陸両用車両に比べて高い水上、航行能力と搭載量を持つ。搭載可能重量により区分されるの3種類が存在した。ラークはまず六十トン型のものが、バーク、英語、バージ、アンフィビューセプライ、 カーゴ、水陸両用貨物補給橋系の名称で1952年に開発されて採用され、1960年には正式名称はラーク LX に変更された。続いて15トン型のラーク VX が1960年に採用され、最も小型の5トン型、ラーク V は1956年から開発が行われて1959年に採用され、 1963より生産導入された。3車種合わせて968両が生産され、アメリカ海軍及びアメリカ海兵隊、アメリカ陸軍によって使用された。ラーク V はアメリカの同盟国に供与もしくは売却されて、いくつかの国で用いられたほか、軍より払い下げられた車両が民間で、観光用その他に用いられている。 1980年代に入ると、いずれの車両も実戦部隊からは引き上げが進められ、ラーク VX とラーク LX は1990年代にはクックに代替されるものとして退役が決定。ラーク LX は最後の部隊が2001年10月15日に解体している。ラーク V は21世紀に入り、スレップにより、 各種の回収が施されて現役に復帰し、再び運用されている。ありがとうございます。